きます。よし、ほっ。これ混ぜですね。で、ここから立てかけていきます。こう巻いてるので、こう近づけて。髪の毛と平行にかけて動くから、そういう動きがありますね。これ、シルバーが整えられてます。こうしてます。でもやっぱりちょっと自分を意識しながら書いていただくのが一番いいと思います。で、字と字が隣が揃わないように今書いてます。墨がなくなってきたので、墨なくなってくると言い方は焦って早く変わるんですが、むしろゆっくりですね。これで何も押し付けない。一同の渓流石に激して巡る。ワン、そうですね。巡る。ここまでが15時。そして少し離します。一人。毒。向かう一人に向かえて草橋草橋ちょっと揃いそうですよね。そういう時はわざとちょっと離してちょっと丈を変えてみる。
真理、まあ、大体天はこう上は揃えると点のラインは揃えるんだけど字は揃えないと。それ産業になった時の難しさは一つ前を見る、隣は揃わないんだけどもう一つこっち見て三車線、三車線通行ですから、ね、並ばないように、それで進歩、それで幸せ、あと長野市で、ここは墨をつけてのでちょっと話しましたけど、ここに誘引なんていうのを押すといいので、あらかじめそういうことも考えながら書いたことです。体にいる知らず、身はガトの間にいる、図画のバーチ、図画の図、旧字体ですもんね。ブルブルブルいくつだろうか。まあここに物名前がいたいなっていうね。今、まあ、ここで、終わりですけど、まあそれまでということを確認して、ちょっと行間がこれ最後ですから少し2分目に寄りましたけど、でここに、楽観を入れます。筆は変えないでそのままちょっと大きな筆で字と字の間から市川ベアさんですね、市川市川ベアの詩を、まあ稲木焼けっていうわけなんですけどちょっと長くなっちゃいますんで、まあここに私の画法を修法書ってちょっと炭が飛んだのでちょっと出しました。これはあの用語のとても高い筆のね、あのセンスなので、まあ、こんな風に出ます。それでちょっと濃墨気味で書いてるんでピッて引くと飛ぶんですね。だからあの書き方とはここどういう書いてあるんだろうなっていうのは割と複雑に見えるんですけど、速さですよね。だからあの知らない人はここへ点を1個落としてから改めて横を引いたりする人がいるんですけど、見て書くとね、ということで速さで飛ぶっていうことですね。この林の縦書くなんかもそうですよね。下からポンって受けてピッて引いてるんでここついてこない、書けるでもまあ書けたからってこう言っちゃダメ、そんなそれが正義の良いです。